遥かな過去、時空の壁を破り、あまたの異世界を侵略する者たちがいた。彼らは人類の心が生み出す悪徒と呼ばれる波動を力に変える術を手にした者たちであった。限りない異世界の人類から奪ったその力で、中空に広大な浮島を創造し、栄華を誇っていた彼らは、その最中に不吉な未来を垣間見る。悪党を生む星の数に陰りを見たのだ。心に恐れを宿らせた彼らは、侵略の範囲を拡大し、略奪の勢いを早めた。彼らはその傍らで、自らが過去に根絶やしにした人類の再生を試みていた。かつて共に下界にあった人類を生き返らせ飼育することで、枯れることのない悪党を手にしようとしたのだ。だがその計画は挫折した。再生した人類が生む悪とは、彼らの肥大した欲望を到底満たすものではなかったのだ。彼らは異世界への侵略にのみ力を注いだ。やがて来る悪との枯渇から目を背けて、この神のごとく振る舞った略奪者たちは、自らを天上人と呼んでいた。そして下界に捨てられ、地に伏して命をつないだ人類は、後に天上人から恐れを持ってこう呼ばれることになる。悪徒人と。そうだ、私あの日このムントが空から降りてきて、私に力を貸せって
世界を救えって迫ってきた。世界はもうすぐ破滅する。二つの世界が闇に沈む。それを回避する力が私にはあるって。でもいきなりそんな話をされても信じられるわけがない。だけどその時世界は本当に消失しようとしていた。私はそれを見た。この世界を壊さないために私に何ができるのかわからなかったけど、幼馴染のいちこが、すずめが勇気をくれて。だから私、みんなを守りたくて。俺たちが時空にうがった穴だ。あれが閉じる前に俺たちはあそこへ戻る。あそこから立ち上る光が二つの世界をつなぐ絆。世界にとっては糸のように儚い光だが、あれが最後の望みだ。俺たちはあの光の絆を実体と化し、安定させることで世界をつなぐ。それができれば悪との循環を取り戻し、二つの世界を破壊から救うことができる。だが、簡単なことではない。自分の力を信じられなければ、光は失われ、すべては消失するだろう。未来を開くか閉じるかは、俺たちの心次第だ。だから、いいか、夢見、これだけは覚えておく。俺たちが明日を望む限り、未来が閉じることなど決してない。俺たちが諦めない限り、何も終わりはしない。やれるか？何があっても諦めるな。では、その前に少し準備をしてもらおう。ムント様！ムント！よくぞご無事で！この娘か。そうだ。この娘子が1年前の悪徳危機を。まさかあの凄まじき力の主がこれほど麗しい姫であったとは。感謝しますぞ娘子よ。我ら魔導士は心よりあなたを歓迎します。狂った極大者ガス魔導をムントを使って時空の扉を破らせたのは、あんな娘を呼び込むためか。くだらん。フィルド、グリドリだ。
娘を守るぞ。ルイ、夢見を連れて先に魔導国へ戻れ。気をつけろ、奴はガスを、局外者を。分かっている。ムンドさん行くぞ。推進悪魔残量レベル青、機関部正常、進路連合に取ります。ムンド、その娘失ってはならんぞ。聞け、グリドリ、今は争っている時ではない。心配するな、世界は俺が救ってやる。天井唯一の王としてな。ムント、お願い戻って。ムントが早いぞ、追い詰めた。マティ、ハルカ、テオ、ここで時を稼ぐ。一体も通すな。シャチ、なんという硬さじゃ。所詮はこの程度。わからぬ。先代はなぜお前に未来を託した。このような力なき者になぜ、どうして俺の力を認めなかった。わからないのか。お前には。守るべきものがないからだ。守る？何を守るというのだ。太古の時より我ら天上人は望むままに奪ってきたが、あらゆる時空の弱き者から未来も夢も根こそぎ全て下界の波動が枯れ果てるまで奪ってきたではないか。今さら何を守るだと。笑わせるな、
天井の継承者、魔道の主よ。おい、ゴブレ、何してる、援護しろ。無茶を言うな。お前たちの盾となっているんだ。援護だと敵ないから、俺がおとりになる。心配するな、わしは局外者だ。しかしその体では、誰にもこの波動を奪うことはできない。おさくら、たとえあの娘が何者であろう。ここまでだ、グリドリ。局外者カズ、貴様どうやって。おかしなものだ、全てのものとの関わりを捨てた局外者の足を救おうとする者がおる。人と関わり、局外者としての使命を失ったか、愚かなやつ。お前には分からぬことだ、ムント。こいつはわしが連れて行く。ガゼ、何を。天井を落とすな、ムント。その繋いだ手を離してはならぬ。ガズ、お前の夢確かに見せてもらった。さらばだ、ガズ。Yeah!
人の心が生む波動、それがこの天上世界を創造した万能の力、アクト。この力を心なき者が手にしようとすれば、その力に取り込まれ身を滅ぼし、その本質を見誤れば枯渇して嘆き、満ちて乱れる。その真実に気づいた者だけが己の姿を知る。天上の混乱は静まったが、世界の破滅は止んではいない。世界を救うには、アクトが循環する過去の姿を取り戻すしかない。ユメミ、それができるのは俺様とお前だけ。だがお前はまだ本当の自分の姿に気づいていない。残された時間は少ないが、俺様は